止まっておいたママチャリのあの人、右見て左見て転がして渡り出した横断歩道、あの人はきっと神様だ。ランドセルが肩からずれては幾度と背負い直す、わかんねえもんいっぱいぶら下げて大変だろうに、こんにちはと挨拶をする、あのガキはきっと天使だ。煙は出さない絶滅危惧種、余裕があり見せるでもなく、こうあれとも言わず、神様を見逃してる大部分の人は、充電しなけりゃ保存しなけりゃと忙しそうで、困った時だけのそんな神様だ。人前と一人の時のメリハリは持たない、何かにつけては自由を持ち出し嘘もつけない、考えもしないことを正直と言い出す。遠慮は知らない、増え続けてゆく火のない熱、汚さない皿、古い機種は投げる。世界を掴んだつもりの手の中の四畳半に、支配した感じに踊らされて喜んで夢中は覚めず、準備しましたよお客様は神様だ、神様は感じるもので何かをしちゃくれない、動くのは自分ですよ、何かが頼りじゃ裸でいいや、ミシンをかける人たちはみんな神様だ、神様だらけ、気づくとそこら中に感じる方、気づく人たち、あなたが神様だ。